2008年、桃太郎スタジアム、今のシティライトスタジアムを最も沸かせたのは間違いなくこの男だった。ファジアーノ岡山の当時のエース、木山康平。そして2017年、赤いユニフォームを着て男が帰ってきた。木山選手が戻ってきてくれたんで14番です。嬉しいですか？はい、嬉しいです。聖地で迎えるホーム開幕戦。すごく感慨深いものが試合前からありましたし、新キャプテン木山康平が岡山で燃えた。3月5日シティライトスタジアム、ファジアーノ岡山のホーム開幕戦に去年を上回る1万人以上が詰めかけました。木山選手をはじめ多くの選手が新加入した今年、初スタメンの大竹選手にも注目が集まります。パス出しでチャンスを作ってほしい、それと自分でも決めてほしい。開幕戦に敗れ、今シーズン初勝利を目指すファジアーノはその大竹選手のパスでチャンスを作ります。足元にピンポイントのパス、守備では木山選手が見せます。味方のパスミスで迎えたピンチをしっかりとカバー。この日テーマに挙げていた助け合うプレーを見せます。そして新生ファジアーノの良さが見え始めた後半の立ち上がりでした。大竹選手がためを作り、上がってきた梶選手のクロスからゴール。今シーズン初得点は30番豊川雄太選手のヘディングシュートでした。触りに行きました、向かむ中、危険なところに入っていこうと思ってましたから、そこでいいボール上がってきましたし、当てれば入るなという感覚でした。なおも豊川選手にやってくるチャンス。一方ピンチの場面では至近距離でも動じない伏引選手。ファジアーノ1点リードのまま試合はアディショナルタイムへ。勝利は目前でしたが、熊本一か八かのロングボールに伏引選手が飛び出すと、ボールは無人のゴールへ。まさかの同点。自分の判断ミスからやられてしまったんで、まあ、ディフェンスもいたんです、あんまり出なくてもよかったのかなと思ったんで、まあ、自分自身もだし、隙があったので、もう少しうまく対応できた場面だったので、まあ、防げる失点だったと思いますし。目の前にあった今シーズン初勝利を逃し、試合は引き分けに終わりました。しかし、歓喜の瞬間はもうすぐです。CM の後は大卒ルーキー2人のノリノリトークです。今シーズン加入した11人の選手の中で、今回は大卒ルーキーの2人をピックアップします。左足からの長打のコースだったり、そういうゲームを作るというのを見てもらえたらなと思います。神奈川大学から加入したミッドフィルダー武田翔平選手、そして泥臭いプレーだったり、最後まで体を投げ出したり、そういうところを見てもらいたいです。流通経済大学から加入した同じくミッドフィルダーの塚川幸喜選手です。カメラの前でじゃれ合う2人の関係とは。では自己紹介からお願いします。背番号25番武田翔平です。はい、そして背番号27番塚川幸喜です。仲いいんですかお二人は。
く愛し合ってます。あ、そうです。翔平とはあの大学の時の選抜で知り合ったりしてて、知ってます。仲良し。はい。プレースタイルがガツガツしてるんで、ちょっと怖いのかなと思ってたんですけど、そしたらこんな感じで。これでも自分もです。クールだったんで、すごい。なんであんまそういうなんていうんですか、人懐っこさとかそういうのないと思ったんですけど、全然話したらすごい親しみやすい。塚川選手は先日の熊本戦で途中出場し J リーグデビュー。エリアの外から思い切ってシュートを放つなど積極性を見せました。同期の武田選手が語る塚川選手の魅力とは。やっぱり相手をなぎ倒して前にボールを運んでいくようなガツガツしたプレースタイルで、とてもギャップがある、とてもいい選手です。一方、武田選手はまだ J リーグ出場がありませんが、左利きのボランチとしてデビューが待たれます。そんな武田選手の魅力を同期の塚川選手は。武田選手は見た目がすごいイケメンで、このフェイスでいろんな女の子を虜にしています。展開力があり、独特なパスを出してきて、そこかという素晴らしいイーグルアイを持っています。じゃあちょっと逆に注意点、取り扱い注意なところちょっと教えてください。取り扱いですか、うん、そうですね、この顔には注意してください。いいコンビいたり。とっても仲良しの大卒ルーキーコンビがスタジアムをさらに面白くします。今月はファジアーノ岡山の帽子を5人にプレゼントします。